はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ、今週のテーマが自分を褒められないあなたへというテーマで喋っていこうと思います。でねすいません、急にちょっとテンション変わりましたけど、ちょっと聞いてください皆さん。多分この動画の冒頭にさ、右上にビックリマークで先週のダラダラジオが多分リンク出てきたと思うんですけど、ちょっと聞いてない方がいたらね、見てほしい、見てほしいっていうか、また広告外されたんだけど、ダラダラジオ。あ、広告外されるっていうのはあれね、でも単純に広告がつかないっていうこと で、やっぱり今 YouTube ってすごい規制が厳しくてね、例えば生きる死ぬのその生死の死をね扱ったりするのはダメなんよ。あといじめとかそういうのも外されたりするんだけど、まあわかるよ、その死とかだとさ、普通になんかいい話というか、その頑張って生きていこうみたいな話をしたとしても、そうじゃない話もあるかもしれないからさ、そこはもうなんかこうね、死という言葉でフレーズで引っかかって飛ばされるっていうのはわかるけど、俺先週の話ダメっていう風のをちょっとどうしても言いたかったっていうね、うん、まあそんなもんよ、ごめん、聞いてくれてありがとう、じゃあ以上でここまででっつってねっていうのは冗談ですけど、まあ、今週はですね、その、まあ、最初にも話したように自分を褒めることが、まあ、苦手な方はね、学生時代は多いと思うんです。社会人になってもねいるとは思うんですけど、で実際自分も自分を褒めるのが非常に苦手でした。今は昔に比べるとねだいぶできるようになりましたけど、まあ、それでもどうなんだろう、人と比べたことはないけれど得意ではないかなと思っております。うん、で学生の時なんて自己否定の塊だったからさまあそんなんで過ごしてたんだけど、でもこう自己否定の塊男だった俺が、まあ、どう、まあ、今ではね、さっきも言ったようにちょっとずつ改善してったからさ、こうそれを切り抜けるというか、抜け出す時に、まあ、これが大事だったかなっていうのを今回ちょっとみんなにね共有できたらなと思って、ダラダラジオね今回この場を使わせてもらおうと思っております。でポイントいくつかあるんですけど、まず1個目はね、1個目は自分褒めるのって難しいじゃないですか。だからまず他人褒めるんですよ。そう、これがまず1個目で、その他人を褒めるっていうのもいくつか段階があって、例えば口に出して褒めるって多分ハードル高い子多いと思うよね。実際に褒めるっていう、いやそこまで言ってほしいんだけれど、きついなって、難しいなって、だからさ褒めどころも間違うとさ、え、何って思われるのも怖いじゃん。だからその無理にね口に出さない、相手に伝えなくても構わないんだけれど、心の中でもいい、心の中でいいから、自分の身の回りにいる人、まあもちろん、まあ、もしなんかさ誰もなんか思いつかなかったら俺でいいや、ハイチ褒めて、ハイチコメント欄で褒めてごめん、そうそうそう、まあみんなの身近なね人に対してその人の褒めどころを探すっていうのをちょっと癖をつけてごらん。うん、なんかふっと気づいた時に褒めどころを探すっていう。でその褒めどころを探す時にちょっとポイントがあって、まず第一段階は何でもいい。みんなが気づいた褒めどころ。だから一般的にさ、その言われてるのでもいい。ちょっとごめん、俺をさ例に出すのはちょっと恥ずかしいんだけれど、まあ、俺の場合だったら例えば板書が綺麗とかっていうのも褒め言葉だと思うんだけど、まあ結構言われ、ね、言ってくれる方が多いから、そういうから、そういうとこから入ってもいい、みんなが思うんだったらね。でも褒める時の大事なことは、特に相手に伝えないんだったら自分だけで完結するじゃんか。その時に大事なのが、ちゃんとそこに本気っていうみんなの気持ちが乗ってること、周りが言ってるからそれにしとこうって、私は板書うまいって思わないんだけどみんな言ってるからそれ褒め言葉でいいんじゃないとか、全然ダメ、全然ダメっておかしいね、ダメだよそれは、それは褒め言葉じゃないからね。みんなが本気で思う褒めどころをぜひ探してみてください。で次の段階が、今度はみんながっていうか、周りの人があんまり気づいてないんじゃないかなっていうところの褒めどころを探したらいいです。これはさ、例えばパッて思いついた時、思いついた誰かを対象をね、この人のって考えた時にいきなり気づくのってなかなか難しくって、これはまあ家族とかでできるとちょっといいんだけど、結構接してる時間が多い人の、あまりみんなが気づかない細かいちっちゃい褒めどころっていうのを、なんだろう、目を配るというか、そこに気づけるようにみんなのアンテナを立てて過ごしていくとですね、この2つまずやるだけでだいぶ変わります。でもだいぶ変わるって言ってもさ、他人褒めてるだけじゃん、でしょ。
でこれね2個目のがすごく大事で、今言ったそのみんなが周りが気づかない、あんまり人が気づかない細かいところに気づくっていうのが大事なんですけど、これやっていくとね何が起こるかって、褒めのハードルが下がるんですよ。褒め言葉のハードルが下がるんです。褒めどころってさ、特にみんなが自分自身で褒めるときっていうのは本当に結構高いことをやったときなんだよ。じゃあどうしようかな。じゃあみんなの周りのさ友達、仲いい友達がいつもテストが30点だった子が50点に上がったらさ、20点上がってるじゃん。みんな褒めない？その子のことすげえって思わん？で本人がさ、でもまださ言っても50点なんだよねって言うかもしれんけど、でもすごくないって、30点から20点上げたじゃん、頑張ったじゃんって言うと思うんだよ。でも自分じゃ言えないんだよねこれね。自分が30点から50点上がっても、わあ私超頑張ったんだけどって言えないでしょ。褒めのハードルが低くならないんだよそこだと。でもその他人のね、周りの人の細かいところにの褒めどころを探していくと、やっぱりね自動的に褒めどころって高いところばっかり設定するとなかなか見つかんないんだよね。でも細かいところっていうのは褒めのハードルが自動的に下がっていくから、あ、こういうことでも褒めるんだっていう褒めのレパートリーが増えていく、みんなのね。でそれを自分に応用するっていうのは、もちろんそこには一個のハードルがあるんだけれど、でも褒めのレパートリーが増えていくと、いずれね、いずれ自分にその褒めの下がったハードル、いっぱい増えたレパートリーから自分を褒めるきっかけにはなり得るんだよね。これは自分が塾講師の時にすごく大事にしてたんだけれど、まあ俺の生徒、俺の担当生徒って、まあ、ちょっとやんちゃな子とかが結構多かったんよ。本当偏差値がね30代の子もいたし、50超えてる子の方が多分少なかったから、俺の生徒って入塾してきた時にさ、その埼玉って北進テストっていう模試があるんだけど、模試持ってきたら前回のが偏差値42でしたとか、そうそう、全然驚かないもん、そういう子が多かったから。そうで、やっぱさ勉強後ろ向きだし、なかなか勉強っていうフィールドで褒められることがなかった子たちだからさ、でもやっぱ褒めたくて俺は。あって、その子がなんだろうな、テストの結果がまだ出なくても、でも普段さ俺のさなんかね、その宿題とか出すから、それを必死に食らいついてついてくるからさ、それも褒めどころだし、でもそれを褒めてもさ結果が出てないからなんか響かないよ。でも例えば勉強以外のところ、よく覚えてるのは、一回そのやんちゃなね、俺の担当のやつに、男の子なんだけど、ハサミを貸してくれって言ったから、ハサミを貸したんよ。で、あ、いいよ、はい、どうぞって貸して、でなんか僕はなんかで使ってさ返してくるじゃん。その時に当たり前なんだけど、ハサミをちゃんとその刃の方を自分で握ってちゃんと返してきたのね。当たり前だと思うじゃん、みんなやってる方多いと思うよ。でももうすげえな、でちゃんとこれできてんじゃんとか、それめちゃくちゃ低いハードルだよ、褒め言葉って。でも俺はすげえと思ったんだよ、それに対して。ちゃんと普段のね、まあ、普段のその子を見てると、もうそんなも気にしなそうなんだよ、結構やんちゃだったからそいつ。でもあ、ちゃんとしてんだなと思って、なんか普通に感動したわみたいな。あ、ごめんね、なんかバカにしてるわけじゃないんだけど、でもなんか正直仲良かったから、なんかお前とかのタイプだとこれ普通になんかあんま気にせず返してくるのかなと思ったら、ちゃんとさ相手のこと気遣って返してくるんじゃんって、俺そういうのやっぱすげえ、ね、素敵だと思うしみたいな話をするわけで、その時は別に普通じゃねとか返されるんだけど、でもね、でも分からんよ、分からんけど、でも俺逆だったら嬉しいかなと思うんだよ。ちょっとちっちゃな喜びあるかなと思ってて、だからそういった日常生活の中でも、そういう褒めどころをいっぱい探す癖がついてて、でなんかそれを自分に、まあ、自分もそうだ、自分は一人間ながらなかなかね、その子たちみたいに簡単に褒めることはできないけれど、でも自分を褒めるのって大事だよなっていうのはやっぱすごく思うんだよね。だからもし今ね、多分みんながさ学生とか、まあ学生だけじゃないけど、これ聞いてくれてるのは皆さんの中に自分の褒めどころがなかなか見つからないと、自分の長所と短所書いてって言われた時に長所がパッと出てこない、短所ばっかりが思いつくっていう方は、ぜひまず自分のね身の回りの方をちょっと褒めどころを探すっていうのをやってみて、で最初は何でもいいんだけれど、そのうちこれは私しか気づいてないかもみたいなね、そういった細かいところ、それが本当かどうかわからなくてもいい、その答え合わせはしなくてもいいから、みんなの中で褒めどころを探すっていうのをぜひやってみてください。そしてもう一個は、ぜひね、1日1個でいいから、寝る前に1個でいいから、その日自分が頑張ったこと、それは性格の褒めどころとかじゃなくて、自分が頑張ったことは寝る前に1個だけでも褒めてやり、
勉強がさ10分しかできませんでした、10分しかできなかったじゃんじゃなくて、10分頑張れたじゃんにしてあげればいい。無理やりでも褒めてやる、頑張ったのは事実なんだから、いいかな。その辺をやってくれると、まあ、時間かかるよ、特効薬じゃないからいきなりは変わらないんだけれど、徐々に変わっていく、変わっていった俺がいるから、なのでぜひ試してもらえたらと思います。何度も言うけど、俺のチャンネル来てくれて、俺の動画を少し少なからず使ってくれてる方に、ダメな人間なんて一人もいないから、悪いけどうちのチャンネルにダメなユーザーなんて一人もいないからね、バカも一人もいないし、そう、そこは譲れん俺が言ってんだからっていうね、まあ、そういうの思ってるからさ、ぜひぜひその視点というか、そういう考えをね、このラジオ出会ったらも何かの縁かと思うんで持ち帰ってもらえたらと思います。で最後にね、ちょっと業務連絡というか、ちょっと前にツイッターで言ってたんですけど、とある奇跡が起きました、はい、で詳細は今月の末に分かります。めちゃくちゃ発表したい、早く、奇跡が起きたよ、っていう話業務連絡これだけで、その今月末にそのね、情報解禁があるんだけれど、その時にぜひね、みんながもしインスタとかツイッターとかやってたら、今までで一番のちょっと拡散の力を貸してほしいな。多分俺一生に一度のことだから、そうなの。ごめんね、詳細言えないからさ、あれなんだけど、ぜひなんかみんなも喜んでくれるといいなって思ってる。それに関しては、俺も今ちょっと大変な時期でバタバタ。それだけじゃなくてさ、11月仕事入れすぎちゃって、なんか本当にもうてんやわんやでさ。なんか割と疲労が溜まって結構気持ちが病んじゃう時もあるんだけど、それでもなんかみんながきっとこれはこれ以外もそうなんだ、なんか何個か今情報解禁が待ってるのがいっぱいあるんだけど、きっとみんなが喜んでくれるんじゃないかなって。もしかしたらなんか結構目立つことだから、今回のはなんか配置がね遠くに行っちゃったなって思わせちゃうかもしれないけど、でもね、もうちょっと話だよな、それるけどさ、長くなってごめんな。いや何も遠くなってないんだよ俺は別に。まあ分かんない、みんなはねそう感じさせちゃってるかもしれないけど、俺は変わらない位置でずっといるんだけどなって思ってるまあ俺がそうこういったとこでな、みんなはどう感じるか分からないけれど、ですまあそんなこんながありますので、まあ、11月ちょっとね、いろいろバタバタしてますけど、まあ、なんとか動画も撮って活動も頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。という感じで今週のダラダラジオは以上でございます。じゃあまたね、来週何か喋っていきますので、よかったら次回のダラダラジオもぜひ聞いてみてください。この動画はきっと、収益化発されないでしょう頼みます、言う Google さん本当お願いします。はい、ということでまた来週お会いしましょう。今週のダラダラジオは以上です。ありがとうございました。またね、バイバイ。